世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は東北新幹線が約7時間遅延し、長時間待たされてたまりかねた日本人が取った驚きの行動を見た海外の方たちがとても驚いていましたので、ご紹介していきます。日本では電車は主要な移動手段の一つです。鉄道網が全国各地を網羅しており、時間にも正確であるため、短時間で様々な場所へ移動することを可能にしています。そのため、鉄道網の利用者は非常に多く、首都圏などではラッシュ時にホームが乗客で溢れかえることもあります。皆が時刻表通りに電車に乗ろうと並んでいるのです。しかし、ある出来事が起きた時には、日本人の秩序正しさも崩壊してしまいました。その出来事というのは、12時20分発の東北新幹線が停電により7時間近くも遅れるという事態でした。乗客800人をはじめ、計25本が運休したほか、154本に遅れが出て、計約15万人に影響した事故でした。停電した電車に乗り合わせた乗客もですが、いつ電車が来るかもわからないまま、ホームで7時間も待ちぼうけを食らうことになってしまった人たちも大変だったようです。ホームで多くの人がいたと聞くと、ぎゅうぎゅう詰めで殺伐とした様子が思い浮かぶかもしれません。ですが、実際にあちらこちらの現場で起きていたのは、おじさんたちの宴会でした。新幹線の車中で飲むはずだったお酒ですが、長時間待たされ、ぬるくなるのを恐れた彼らは、冷たいうちにその場で飲むことを決めたのです。にこやかに缶ビールを手に持つ方もいれば、日本酒の瓶まであったようで、殺伐とは正反対の様子だったようです。結局、新幹線が到着したのは19時30分でした。時間通りに目的地に着かなくても、気持ちの持ちよう次第でその状況を楽しむことが可能なんですね。特急や新幹線に乗ったら列車が遅れた、座席を予約した列車が運休した、人身事故で列車運行が打ち切られたなど、自然災害や事故などの鉄道トラブルに遭遇した場合、運賃や料金の一部返金、全額返金などの制度があります。JR の旅客営業規則によると、特急・急行列車が到着時刻より2時間以上遅れた場合は、特急・急行料金の全額が払い戻しになります。実は払い戻しは後日でも可能なのです。新幹線の指定席特急券の場合、新幹線改札口で自動改札機を出ると切符が回収されず、赤い文字で遅延とスタンプが押されて出てきます。この切符を必ず受け取っておき、乗車日から1年以内に緑の窓口に行くことで返金手続きができます。ただし、クレジットカードで購入した場合は、カード会社によって返金方法が異なりますので確認が必要です。新幹線の自由席特急券は、切符に到着時刻の情報がないため、自動改札機に入れると特急券は回収されてしまいます。乗車券付き特急券は乗り継ぎ改札機で受け取れますが、遅延の印字はありません。そこで有人改札口で列車名を告げて、遅延証明書を受け取ります。在来線特急券も有人の改札で遅れと後日精算を申告してください。切符に乗車済みの印が押され、遅延証明書が発行されます。豪雪や台風、強風、大雨など、列車の運行トラブルに遭遇した場合は、まずは落ち着いて乗務員や駅員さんのアナウンスに従い、安全第一を心がけることが重要ですね。そして、ここまでの情報も参考にしていただき、駅や車内の払い戻し案内放送を確認してください。それでは、遅延する電車を待ちながら、ホームで宴会をする日本人の様子を見た海外の方たちの反応を見ていきましょう。多分、大阪で起きた地震が原因なのかな？連動する路線の運行は停止してるし、未だに故障のために停止している路線もある。でも、すぐに復旧するに違いない。多分じゃなくて、そうなんじゃないかな。飛行機だって全便欠航だし。
これは東京の話で大阪は関係ないよ。地震の前の話だから。日本は1分にも満たない遅延でも責任者が謝罪しないといけないのにね。地震だから、自然災害は不可抗力だからね。治安も良く、ホームも綺麗な日本ならではかもね。ターミナルの電車版か。ホームで宴会を始めるって日本にしては意外だ。7時間も待てる日本人はすごい。俺だったら1時間も待てずに怒って帰ってしまうよ。タイの遅延の理由はただ一つ、エンジンの故障。それも毎日。うちの国だったらみんなで線路を歩き出してるかも。そもそも新幹線がないんだけどね。さあみんな一緒に踊って。宴会を始めるってのがいいね。苛立ちも吹き飛ぶね。くつろいでるね。自由奔放なおじさんだ。エンターテイメントが始まるのがいいね。楽器もあれば最高だったね。次に日本人のコメントを紹介いたします。勝手なイメージだが、東北方面に帰省か観光の人は素朴そう。宴会しているのが東北の駅じゃなくて東京駅ってのが意外だと思ったけど、広いしお店多いしで宴会はしやすいのかな。同じ状況になったらお酒はともかく、ホームで座り込むくらいはしちゃうと思う。本当に大変なことになっていたのはホームじゃなくてトイレの方だったんだろうな。それこそ何時間も待ったんだろうな。東北は昔から長距離を電車で移動することが多いから、車内でお酒などを飲むことがある。昔の冬は寒かったしね。これが移動のストレスを軽減するんだが、電車待ちにも効果的だったんだな。東京などの都会だと初犯の事情で行いづらいが、羨ましいことではある。これで車内販売の売り子さんが来てくれれば、待たされてても何も言うことはないな。我慢して我慢してついにブチ切れたり、無抵抗な駅員殴ったり怒鳴りつけたりするより、ホームで宴会の方がずっと穏やかでいいね。それ思った。もちろんおとなしく礼儀正しく待つのが一番いいだろうけど、わめいてイライラさせられて駅員がかわいそうな感じになるよりは、おっさん自由かよ、自分も混ざって飲んじゃおっかな、くらいで怒るのアホらしくなるよ。そもそも遅れるもんは仕方がないしね。心の余裕と時間の使い方って大事。新幹線のホームってほとんどベンチがないからね。しょうがない、高齢者なんだから。立ちっぱなしもきついでしょう。どこでも酒盛りが始まるって古き良き時代感あるよね。殺伐とした様子を見るよりは断然こっちの方がいいよ。日本の皆さんも海外の皆さんも微笑ましく感じていられましたね。いかがでしたでしょうか。7時間も待たされたらしんどいですし、せっかく買ったお酒も冷たいうちに飲みたい気持ちもわかりますよね。コメントにもありましたが、イライラしてしまうよりは他のお客さんに迷惑をかけない程度で楽しく過ごす分には多めに見てもいいのではないかと思いました。またこの様子はある種の日本らしい古きのんびりとした日本人の姿を見た気がします。おおらかで辛抱強く、日本人の本来のあるべき姿の一つとも言えるかもしれません。 JR 東日本によると、この事故の原因調査をした結果、車体屋根のパンタグラフ下部に何かがぶつかってショートした痕跡があり、これが停電の原因になったと見られているそうです。また停電が起きた場所付近では鳥の死骸が見つかったとのことです。不慮の事故ではあったようですが、大きな乱れもなく時間通りに運行しているイメージのある新幹線が7時間もの遅延をしたのは本当に意外でしたね。動画をご覧の皆さんは長時間の電車遅延に遭遇したことはありますでしょうか。その時はどう過ごされたのか、ぜひコメント欄で教えてくださいね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。